私は32歳で突然失明しました。病名は急性緑内障に網膜剥離。何か変だなと思っているうちに両目ともあっという間に見えなくなり、お医者さんに行った時にはすでに手遅れでした。その時死のうとは思いませんでした。思いませんでしたが、この先一体どうやって生きていったらいいんだろう。そのことだけが心の中を去来し、外に一歩も出ることもなく、家の中で寝たきりのような生活を送りました。そんな私に転機が訪れました。子供が生まれたのです。生まれてきてくれた子供を抱きしめて考えました。自分はこの子に一体何をしてやれるだろう。その時心のスクリーンに5つの文字が映し出されました。不屈の精神。そこには黒くはっきりとした文字で確かにそう書いてありました。そうか、自分はこの子に不屈の精神を教えてやればいいんだ。そう思った瞬間に涙が棒だと溢れ出ました。私は立ち直りました。家の中で手探りでできることを探しました。障害者手帳をもらい、中途失明者のための訓練施設に通い、展示、単独歩行、調理の訓練を受けました。そして家でその実践をこなし、私の能力はだんだんと上がっていき、そして失明から9年後の41歳の時に歌に出会いました。自分の思いを歌で表現する喜びはことのほか大きい。お客様は私の歌に涙を流して聞き入ってくださいました。そして今自信を持ってこのように言うことができるのです。私は32歳で光を失ったから幸せになりました。